さあウィニングポスト9 2020続きやっていきます。今さらね2020のプロモーションビデオを見て いろいろ気づきました。この馬の能力画面から絆コマンドを使えるっていうことを知って、ああこれは便利だなっていうのがね普通に気づきましたね。まあ今回はべっぴんさんと走るお馬さんがどこまで頑張れるかなーっていうところかな。これちょっと期待してるんですよね。クラシック出てこれるぐらいの能力あれば方針入れておきましょうか。あの疲れたら休むっていうね。はい、ということで進めていきます。はい、桜花賞ね、走るお馬さんとべっぴんさんが出走します。両馬ともねそこそこ重賞で調子が良くて、走るお馬さん2番人気でべっぴんさんが、べっぴんさんがよく見たらべっぴんさんになってるけど、まあこれ目が悪いから丸と点々がよく分かんなかったっていう話なんだけど、走るお馬さん2番人気なんでありますよ可能性。まあ1番人気がハッピーパスで、べっぴんさんがナイスネイチャー3区ね、いい感じで、で走るお馬さんもナイスネイチャー3区で、道枠ね、道枠じゃないね、道割るね、道割る20丸なんで、そうね、雨が降ればより可能性はあったけど、だけど新聞の評価だったらこっちの方が丸いっぱいついてる感じがしますね。ということで見ていきましょう。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。おっと、シャイノーシャン、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。これで G1 取ってくれたらかなり嬉しい。ゲートイン完了です。可能性は近年で一番あるんだな。ダッシュよく飛び出してレーシンフィドル鼻に立ちます。その後ろからはビリーブ、この馬も上がっていく構えです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのは走るお馬さん、並んで11番レーシンフィドル、ビリーブ、すぐ後ろ、その外にエディターズマッハ、その隣にペームオーシャン、すぐ隣にサマーズファルコン、その後ろからはメジロインク、内からはダイヤモンドビコー、その外からバラッドゼット、ジャパンアローン、そのうちに続いています。その外に結構前3頭早いな。さらにはベジタブルウェイク、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として15番走るお馬さん、エーシンフィドル、ほとんど差がありません。ビリーブ、3番手ハッピーパス、交代ハッピーパス、お馬さん強いかもしれない。4コーナーをカーブして、さあこれからです。走るお馬さん先頭、リードは3馬身以上、頑張れ頑張れ粘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 れ、いいいいいいぞ。あでも2番、2番手にもべっぴんさんが、頑張れお馬さん、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 やったワンツー。1着2着はべっぴんさん、見事に勝ちました。走るお馬さんハッピーパス敗れました。これは掲示板です。自家製サンバナイスネイチャー3区で取った G1。 あーでもブリンカーつけてるからあれなんだな、臆病なんだな。よし、これは強いね、いいね、ナイスネイチャーと新興ラブリーの組み合わせ。おお、思ったより早く来たね。今年楽しみだなね、お馬さん、やった。いやーいいですね。そう、疲れてるから
そうなんだよ、疲れてるからオークス出れないかもしれない。放牧入るかもしれない。オークス出走追加したい。ああ調教師の阿部さん、いやー今年楽しみですね。はい、お馬さんが出走するオークスなんですが、まあちょっとね不安があるのが、お馬さん距離適正が2000m 前後なんで、ちょっと距離が長いかなっていう点と、まああと1番は疲労が溜まってるんで怪我しないかなっていうのが、今疲労三角で来てるんで、無理すると怪我しちゃうかなっていうのはちょっと不安で、直前までね回避しようか悩んだんですけど、まあここ無事回ってきてくれればっていうところですね。で別品さんはなんかもう読めない、別品さんって別品にすればね読みやすかったんだけど、ちょっと便宜上別品さんって読むけど、別品さんは距離適正が 2300m まであるんで、まあ彼女の方が期待できるかなと思うんですけど、お馬さんがね無事帰ってきてくれれば嬉しいです。これが終わったら速攻でもう放牧出して秋に備える感じだね。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠の走る大馬さん、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダイヤモンド尾行、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダイヤモンド尾行花に立ちます。その後ろからは追い分け光、この馬も上がっていく構えです。あんまり無理しない感じやね。フランカ17番レームオーシャン、その後ろマイネルート上がっていきました。好位置をキープしています。走る大馬さん、内からはオシアンコレア、オートリマップ、すぐ後ろジャパンアローン、そのうちに続いています。その外からエンマメイド、並んで10番メジロインク、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにサクラオフアート、その隣にジェモナーポロ、その外にナチュラルビスト、その後ろにフリーを受けてるな。白の帽子ベッビンさん、その後ろ、その外にプレスアーティス、ローズバド。前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度11番マイネルート、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてダイヤモンド尾行、並んで7番リスキューフランカ、そして大きく離れてボシアンコレア、この位置です。並んで17番レームオーシャン、後継機を通過していきます。さあ先頭は依然として11番マイネルート、2番手はダイヤモンド尾行、リスキューフランカ、3番手ハシュルオウマさん、まだ動きません。マイネルート先頭、どうかな、外から勢いよ、厳しいかな。ダイヤモンド尾行先頭、マイネルート2番手、ここからはオウマさん、ダイヤモンド頑張れオウマさん、先頭差を広げにかかります。ちょっと距離が200m 厳しい。を引き離す、オウマさんは伸びない、足色は衰えません。2番手はローズバド、必死に追うダイヤモンド尾行。2400長かったか、でも3着だ。2着にはどうやらローズバド、見事に勝ちました。ダイヤモンド尾行走る大馬さん敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。いやまあでもよく頑張ってね、無事回ってきてくれてよかったっすね。長かったですね、 やっぱり距離がね、大馬さんね。あとどうかな、あ、なんとかね怪我なさそうですね。ふう、これで、お馬さんはもう宝塚記念とかは回避しますんで、秋ですね、次ね秋華賞かな。さあ、お馬さん他3頭が出走する秋華賞です。
お馬さん1番人気、4番人気にべっぴんさんで、6番人気でマチルダがねようやく到着しました。面白いんじゃないかな、これはね、いいですよね。まあでも 2000m なんで、お馬さんがやっぱ本命だけど、お馬さんあれなんだな、枠の引きが良くない。お馬さんね、3枠4枠ぐらいに入ってればもう硬かったんじゃないかなって思うけどね。はい、それでは見ていきましょう。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の走るお馬さん、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。スクオンジハード前に行きそうです。カレッジマローン、それに続いています。お馬さんも前に行って内枠回らせたいな。手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。ベイモーシャン、すぐ後ろ、その外にスクオンジハード、一番人気の走るお馬さん、現在先団です。ダイヤモンド美行、それに続きます。よしよしよし、内入ってきた。その外からカレッジマローン、その後ろに追い分け光、並んで3番マチルダ、その横にローズバド、その外にエルクレス、その隣にジャパンアローン、これに続いてベッビンさん、緑の帽子エンマメイド、その後ろ内からはシルキーアン、並んで8番日高カルボナリ。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番シーニックプロミス、2番手は走るお馬さん、絶好の手応えです。エームオーシャン3番手、さあ走るお馬さん、このまま逃げ切るでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ逃げろ大馬さん、走るお馬さん、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。走るお馬さん、お馬さんちょっとセーフティーリードとは言えない。走るお馬さんアドバンテージをキープ、後ろはどうか。マチルダか。2番手はマチルダ、先頭は走るお馬さん、お馬さん逃げ切った。そして2番手にマチルダ、2着はマチルダ、走るお馬さん完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。これ最優秀三歳牝馬取ったな。お馬さん、おー強い。うん、この上ないですね、この上ない調子の良さ。いや二冠か。お馬さん、マチルダもね頑張ってくれました。でやっぱ布瀬調教師がすごいんだな、しっかりいい結果出すもんね。特製高速逃げを獲得しました。何そのいいやつ。そっか、お馬さんなんかあれだね、サイレンス鈴鹿っぽくなってくれると嬉しいね。次エリザベス女王杯だと思うんだけど、距離どうかなっていうところか。あーはい、コバ牝馬トップ。称賛の言葉。ああちょっとね能力見たかったんだけど、やっぱ G1 勝つとイベントが来ますね。うん、現役牧場長との絆今日。うん、で馬情報とか見るとお馬さんの能力なんだけど、勝負根性とパワー精神力があって、スピードがそうでもないんですよ。そうでもないんだけど、
まあ結果出すからね。しかも大馬さんエリザベス女王杯回避したな。福島記念走るんだ。これだからスピードがつくといいんだね。そこそこね、スピード C ぐらいつけばなんとか戦えるって感じだね。あーでも B あるんだけど、 B だけじゃダメなんだ。勝負根性パワー、タームズでも晩成だからこれからなのかな。なんかこれからっぽいような雰囲気は出てますね。うん、ということで大馬さん福島記念か、まあいいでしょうね。いやどうだ、エリザベス女王杯長いって判断なんだろうな。でもここはでも行くでしょう。ねえ、行くしかないと思うんだよな大間さん。しかも成長型早めだから持って来年1年ぐらいなんで、負けるかもしれないけど勝負ですね。距離 100m 長い。うん、ということで次は多分エリザベス女王杯ですね。さてエリザベス女王杯、まあ大馬さんが一番人気で、マイルド、マチルダ7番人気で、デュールが17番人気。どういう展開にしようか。ツザビクトリー、ツザビクトリー、早そうだよね。逃げ馬同士の対決か。デュールを大逃げさせて、あとは大馬さんとツザビクトリーの逃げ先行馬対決みたいな感じにしましょうか。うん、あとは大馬さんまた疲労が溜まってるんでね、ここ走ったら有馬記念回避して放牧ですね。足がちょっと弱いというか疲労が溜まりやすい子みたいなんで。エリザベス女王杯の発想です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠の PN マイルド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、トゥーザビクトリー前に行きそうです。走る大馬さん、それに続いていますジェモナーポロ、どうやら後方からの競馬。大馬さん抑えた。見ていきましょう。先手を取ったのは PN デュール、そして大きく離れて PN マイルド、この位置です。内からはティコティコタック、その後ろに AM オーシャン、その後ろからはトゥーザビクトリー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして、これ大馬さんの勝ちパターンではないな。続いてテンマローラ並んで17番グランパドドゥ、これに続くのがダイヤモンドビコー、一番人気の走る大馬さん、現在馬群の中ほどにつけています。その隣にプリエミネンス、すぐ隣にローズバド、ちょっと難しいレースになったかもしれない。 1000m を通過、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭は依然として1番 PN デュール、リードは6馬身ぐらいあります。 PN デュール一人旅、大きく離されて2番手はローズバド、グランパドドゥ3番手走る大馬さん、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は PN デュール、離れてローズバド、間が空いてプリエミネンス、内からはグランパドドゥ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はローズバド、2馬身から3馬身引き離す。ローズバド、グランパドドゥ2番手、手応えはどうか。あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はグランパドドゥ、後続は大きく離れた。ローズバド、ゴールイン。ローズバド1着、2着はグランパドドゥ。やっぱ距離だな。お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはローズバド。距離伸ばしてもやっぱダメだったね。全然、あー全然名前載ってないや。
トーマスさん16着惨敗ですね。しょうがないというか、なんか申し訳ないというかねえ。あとは、あー怪我してるか、怪我だけはなんとかって思ったんだけど、予後不良、歩様がおかしい。いや、まあなんとか骨折ぐらいで収まってくれれば。おー、びっくりした今。おー、びっくりした。あ、どうですか。あー、そうですか。お馬さん引退させましょう。いや、うん、まあちょっと様子見るか。引退させてもいいけど、なんか千羽鶴見ちゃったら復活させてあげたいな。無理させないようなスケジュール組んで、そうか、同じ週でね、時走組まれてたから、だったらこっちかなって思って、エリザベス女王杯組んだけど、ちょっとね、申し訳ないことをしちゃったね。うん、申し訳ない。はい、年末調整ですね。3頭かな、クイーンシー、テーブル、アングスさんを引退させます。まあお馬さんね、ちょっと悪いことしちゃったかなっていう気持ちはあるけど、来年うまくね復活してくれるとね、嬉しいですけどね。はい、所有馬入場はちょっとね馬数多いですけど、ご覧の感じで。名前変えたのは風の旅人だけですね。うん、まあ彼以外はちょっとね、スタッフ評価があんまり良くないので。はい、4頭売却しました。うん、でまあ来年というか2002年の工場長じゃなかった、牧場長交代。いや、まあこのままでもいっちゃいいんすけどね。女の子とかね、でもいっちゃいいんだけど、あれなんか人数増えてんな、人数増えてる気がするな。牧場長そのままでもいいような気がするんだけどな。スピード得意、スピードはなんか大事なんだよね。でも今の牧場長のままでいいや。はい、でまあ2002年はですね、お馬さんがね復活してくれれば嬉しいかなというところと、あんまり無理はさせちゃいけないなっていうところですかね。まあ一生懸命もね、一生懸命走ってますね。8歳、まだ引退じゃないんだもんね。うん、でまたね、ナイスネイチャーの評価も上がって、
あれ、リーディング成績6位だったんだ。すげえじゃん。ああ、お馬さんをね、産んだしね。G1 出してればそりゃそうだよね。うん。で、今、種牡馬のね、営業施設の増築してまして、まあそれでもお金9億円になったんでね、かなりお金には余裕が出てきたかなというところですね。まあ徐々にね、牧場の施設は伸ばしていこうかなと思います。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。